はい、公園チェリーです。もう早速ね、出てますけれども、今回はね HG シリーズから、もうね結構出てもう古いんですけど、自分ね全然気づかなかったんです。 このシリーズ買ってねえなって、もうあの悟空ブラックとかザマスの時のやつなんですけどね、自分買ってなかったんですよね。気づいたんですけど、まあ紹介もしてないんで多分動画にもないんですけど、なので今回はね動画に撮ろうと思ってね、まあちょっと、まあ、中古ですけれども、購入させていただきました。はい、まあね箱とかね結構ダメージがあるんですけれど、まあちょっとまあ定価よりは安く手に入ったんでね、はい、なのでね、2種類2セットか、まあ、2セットね、紹介していきたいと思います。まずね、こちらこれはね、HG のこれはどこにも書いてないな、はい、これだな、HG ドラゴンボールスーパー未来トランクス編 A セット A のものです。はい、はい、まあこっちが、左からマイ、トランクスで悟空ブラックスーパーサイヤ人ローゼでザマス、はい、で、もうね、開けてあります。中はこうなってますと、はい、まあ、ブリスターですね。ブリスターの状態です。あとでね一回、一体一体ね、詳しく見ていきます。はい、ではね B セットの方、こちらはねスーパーサイヤ人ブルーの、ベジットで、スーパーサイヤ人トランクスで悟空ブラックでザマス、はい、でこっちもこんな感じでね、はい、これもね、一体見ていきましょう。じゃあ早速ね、開封して、台座に、立ててね一体一体見ていきましょう。はい、組み立て終わりました。ではね一体一体見ていきましょう。まずは A セットからですね。はい、マイからいきましょう。はい、うん、あのねまあ良くも悪くも、まあ、HG クオリティですね、うん、似てはないね、うん、これはちょっと全然似てない。まあでもねこういう銃とかの小物系はねよくできてるなと思いますけれどもね、まあ、どっかしら褒めておかないと、うん、ちょっとこれじゃない感強いよね。これ下手したら誰って感じ、まあ、厳しめに見るとね、かな、うん、じゃあ次はねトランクス、はい、こちら、はい、トランクスもねあのパッと見はいいのよ、かっこいいなと思うんだけどね、こう近くで見るとねなんだろうな、うん、トランクスって言われるとうんっていう感じはいけるけど、まあ HG クオリティだよな、うん、うん、まあイケメンなんだけどね、うん、はい、じゃあ次はね、スーパーサイヤ人ローゼいきます。はい、こちら、はい、ローゼに関しちゃねもう前髪がねもう隠れず、もうなんだろうね、ビジュアル系バンドみたいになってるけど、
そうか。まあでもね、こう顔を見れば、うん、まあそこそこかなって思いますね。あの、うん、かっこいいと思うわ。髪の毛もツンツンですね。痛い。で、指輪もね、ちゃんとはめてます。まあ、全体的にね、ちょっと毛のバリが残ってますけどね。じゃあ次は、A セットは最後、ザマス、はい、こちらなんかこういうキャラいたよなっていうような顔ですね。うん、なんかザマスじゃない感が強いな。なんかキャラに似てるなって思うんだけど、下半身とかね、こういう服はかっこいいけどね。髪の毛はね、ちょっとパール入ってるかな、パールホワイトみたいな感じですね。ピアスも2つついてますね、ボタン。なんか顔が惜しいな。はい、っていう感じの、A セットのラインナップ、じゃあ続いてね、B セットいきます。B セットも、ザマスからいきます。はい、こちら、うちのザモスはね、よくできたんだよ。よくできてんですよね、うん、こっちのザモスはね、うんと雰囲気出てますよ、うん、奇抜な髪型も再現されてますからね。これは、うん、これは似てると思うな。これはよくできてます。はい、こっちのザマスはいいね、うん、B セットの、はい、じゃあ続いて、悟空ブラックいきます。こちら、はい、悟空ブラックもね、雰囲気が出てますね、うん、こっちの悟空ブラックも感じが伝わってくるんで、よくできてますね。続いては、トランクススーパーサイヤ人、はい、こちら、ちょっと目が離れすぎてる感はあるよな。あ、目がちょっと離れすぎてる感あるけど、うん、まあでもそれ以外は悪くないね。
刈り上げ感もね、いいね。はい、スーパーサイジントラックス、はい、で、最後、スーパーサイジンブルーのベジット、はい、こちら。よっしゃートッツかかってこい。はい、これはね、自分的には結構いいなと思うんですけどね。まあ、ちょっと目の縁のね、ちょっとはみ出しとかがあるんで、塗装のね、まあ、それ以外は、よくできてると思いますね。かっこいいと思う、この角度とかね、かっこいいな。でこの手袋をね、引っ張り上げてる感じ。一応ここのね、ズボンのところとかもね、シャドウがちゃんと吹かれてますんでね、よくできてますね、塗装も、ここら辺もシャドウが吹かれて陰影がね、はっきりしててちゃんと立体感が出てます。はい、髪の毛もね、メタリックですね。はい、いや、いいね。なんだかんだね、これ A、B と見てきましたが、B セットがね、いいですね。はい、B セットの方が出来がいい。A はちょっと、これじゃないかが強いのが多かったかな。まあ、多分買う人によってはね、まあ、A、B 両方買うとは思うんですけれども、どちらにしろね、HG コレクターはね、買っといて損はないかと思います。はい。まあ、値段に見合うかどうかって言ったらね、まあ、それはね、まあ、ここの、価値観にもよるんでね、ここでは、避けたいと思いますが、まあ、皆さんはね、どう思いましたでしょうか。まあね、これを見て、ぜひよかったらね、チャンネル登録、あとね、いいねボタン、グッドボタンお願いします。じゃあ今日はこの辺でね、終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。